こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今日はですね、ラド婦人用腕時計の鎖の駒出しについてちょっとご説明したいと思います。ラドの、ね、時計はこういうちょっとこういうタイプなんですよね。ちょっと大きくしますね。これ中にね、この中ピンというよりこれバネ棒入ってるんですよ。実はこれを今2コマちょっと、足してほしいということで、これからやりますけど、これそんなに難しくないんですけどね。ただ一つ難点がありましてね、長年使ってるとね、このバネ棒錆びてきてですね、抜けないことなんですよね。てか定期的にこちら定期的にこう洗浄したりしてるんで、そんなにバネ棒傷んでないんですけど、ひどい場合はもう全然抜けない場合なんですよ。そうするとちょっと厄介なんですよね。中でも本当にこのバネがもう全然伸縮しないというか、そういうのもありますから、これちょっと本当定期的に洗わないとね、この手っていうの大変な大変な目っていうかありますね。いざもうそれでも一回やっぱこういうのね、私たちも調整する場合、洗浄してからやるんですよ。必ずある程度汚れ取って、もうひどい場合はちょっとその、取れるとこまず外すしかないんですけどね。このバネ棒っていうのはやっぱりステンレスもやっぱりね、錆びますんでね、やっぱりね、特に空気に触れない部分でね、ネジとかそういうとこはね、錆びますから、だから定期的なそういう手入れしたりは必要ですね。ピンより逆に厄介かもしれませんね、これね、バネ棒になると。そういうことありますので、ぜひですね、こういう時計お持ちのラドの、新商もこういうの出てますんで、このモデル。たまにこう、洗浄して、あれですね、中の汚れ取ったりするのは大事だと思いますね。こういう感じで今、完了しましたけど、失礼しましてもね、こういう時計は本当に国産にないちょっとイメージありますから、そういう点ではちょっと難しい面もあるんですけど、取ったり外したりはこうバネ防災何度もなければもうできますからね。どうかよろしくお願い申し上げます。